お疲れ様です。今日はですね、大定番のフェンダーのツインリバーブをやろうかなと思って、私なりに適当に弾いてみたいとね思います。こちらの裏にスイッチがあるんですけど、ここでピッと押してもらって、んでパワー入れると数分、まあ2、3分ぐらい待ってからスタンバイを上げてもらうと、まあなんかいい感じに頭と音が出ます。チャンネルが2つある感じなんですかね。なんかこうカスタムとヴィンテージって書いてて、音は一緒だと思うんですけどね。なんか普段は僕こっちにはリバーブがついてるんですよ、トレモロとかで。こっちはないので、ネットで書いてたのが1212ってあるじゃないですか、このつまみが。こっちが1の方がややハイが強いみたいな、まあ JC で言うならハイかローみたいな感じだったと思うので、こっちも同様です。プラスね、ブライトスイッチもあるので、ブライトスイッチってハイがちょっと強くなるんで、まあその自分のセッティングに合わせて、で今回はこう1につないで、つまみはちょっと現段階ではトレブルミドルベースは5にして、今ないっすわ。今日はもうトレモロすいませんなしで、まあでもほとんどねトレモロ俺使わない、あらこれ使う時はもうリバーブもねペダルで使ってるからない状態かな。今日はちょっとペダルないんですけど、だからちょっとリバーブオンにしたままでいきますけど、はい上げてみようか、8ぐらい。Thank you.
ハイがね、まあトレブルが8ぐらいなんですけど、何でしょう、こうズバって出る感じがいいですね。つまみとかないんですよ。だから自分で持ってこないとダメみたいな、オーバードライブとかね、ディストーションとか用意しないと歪まないんで、今日はトライアルさんのポケット ES 持ってきてるんですけど、それちょっとじゃあ踏んでみましょうか。今トレブル7のミドルが5、ベースが5のままリバーブちょっと入ってます。自分でこういじりながら、なんか好きな音をね探していただければね、いいんじゃないでしょうか。まあこんな感じで今後も頑張っていきますので、よろしくお願いします。